うん、じゃあ体重4キロも落ちたのに顔の肉だけがなぜか落ちない。はい、僕がなぜ痩せたいのかというと顔の脂肪を落としたいからなんですが、顔の脂肪だけがなぜか落ちない現象が起きていまして、こんな感じですね。はい、あのここをもっとライン出したいんですよ。シュッて、あのだいたいかっけえ人ってここのライン出てて、そうですね、これはもう結構相対的に見た時に確定要素なのではないかな。はい、かっこいい人は顎のライン出てる。はい、これ結構確定要素だと思ってます。体重が4キロ持ちまして、69キロから4キロほど落ちまして、現在65キロほどになりますってしまったわけですね、体重が。しかし顔面だけがなぜか変わらないという、謎の現象が起きてまして、まあそれはいいとして、まあもうちょい痩せますこれから。でもうちょいあのね、ここのラインシュッと出していくんですけど、体重が落ちるのはいいことなんですが、あまり良くないことでもありまして、なぜかというと食欲が最近ないという現象に陥っています。原因といたしましては会社のせいですね。はいはいはい、会社のせいです。つまらない、マジで。もう、やばいっす、今。朝起きる、満員電車のクソみたいな、クソみたいな、満員電車に乗る、汗かく、会社着く、俺の監視役いる、めっちゃ背筋ピンとしながらこうやらなきゃいけない、こうやってる風に見せておきながら、なんもやってない、ガチでなんもやってない、クソ暇なんですよ。いざ仕事ができたと思っても、やってる仕事が本当に、なんだろう、もうバイトでもできるよ。仕事やってまして、まあめっちゃ暇なんですよ、マジきつくてって言うと、いいじゃんお前みたいに言われるんですけど、暇は暇で結構きついんですね。僕結構思考的に、俺もっと上いけんだろみたいな、俺ならもっといいとこいけんだろみたいな、俺がいるべき場所はここじゃねえみたいな、ちょっと調子乗ってる思考を持ってまして、俺ならもっとお前すげえこと、もっと社会に貢献したり、人を喜ばせたりを、もっとお金稼いだりできんだろうみたいな、っていう思考なんですよ。ちょっとナルシストなんですよね、僕多分。僕ナルシで、俺は別にこのままでいいや、みたいな感じじゃないんですよね、まあ、いい意味で向上心があるのかもしれないですが、悪い意味で、ナルシストですね。はい。ナルシストすぎて、なんで俺こんな才能を持ってんのに、なんで俺こんな才能持ってんのにこんなクソみたいなことやってんの、マジ才能生かせてねえわみたいなことを思ってるわけですよ。まあそれのせいで今のやってることが本当に苦痛で、プライドが許さない、俺のプライドが許さない、もっとやべえことやりてえのに。けど本当にすごい人は会社なんかバッてやめて、なんならもうドタキャンしても連絡せずにやめて、で自分のやりたいようにね、外行って、でお金借りてドカーンとイベントやったりすると思うんですよ。でそれをやる、そこをやるまでのあの、なんかなんだろうな、責任感というものもあまりないし、ほんと雑魚いポジションにいるな俺今雑魚ポジなんですね今。で今日の本題といたしまして、まあ今話してて分かったと思うんですけど、性格がどんどんひねくれてきてる。もしやってることがクソだったとしても、楽しい人とやってたり、楽しいことやってたりで、僕が今やってる仕事は人がない、はい、みんな刺激がないというか、なんかわけわかんないこと言ってるんですよ、ずっと。みんなわけないわかんないこと言って、もじもじしてて、そんなんじゃ女の子にモテねえぞお前、いいのかそんなんで、みたいな人ばっかでっていう感じなんですよ今。見てわかりますね、今性格が終わってきてるんです。人生に焦りを感じてまして、性格が終わり始めてますね、今。人を見下し始め、イライラし始め、食生活も、食事をまともに取らず、体重が落ち、筋肉も減少し、前の凛々しい自分というものがいなくなり、性格が悪くなり、ずっとイライラして、ホルモンバランス崩れて、もう終わってきてるっていう、はい。だんだん僕終わってきてます。性格が終わり始めてる。ほんとやばい。いや、マジで、先輩の指摘もらうじゃないですか。その先輩、僕尊敬してるとこ一個もないんですよ。正直言っちゃうと。その先輩に対して尊敬してることなんか1ミリなりともなくて。で、そういう人に、僕がたまに忘れると、先輩社員が、
先輩の方が何回言っても覚えられないよねみたいな感じの、なんか怒ってないんですけど、なんか言ってくるんですよ。頭に入ってこないんですね、その先輩社員の言葉が。イライラしすぎて今性格終わってるんで。だけどまあ確かに俺が悪い、これは止まって、はいすいませんでしたっつって、何がやばいのか分かんない、俺の性格がやばいのか、俺の今言ってる仕事のところ、仕事現場がやばいのか、俺がやばいのか、もうわかんない、マジで。いや、俺はもう周りがやばいって思う。今の現場がやばいって思ってる派なんで。はい、自己を肯定して、自己を保ってます。多分自己否定に入った瞬間に僕はもう、海の底、地球の核へ沈み燃え尽きます。はい。このままだと、はい、だからまだ自己を肯定してるがゆえに浮遊してますが、この肯定がなくなった途端僕は燃え尽きますまあ燃えたら燃えたで、このね YouTube の動画にすればまあなかなかいいネタになるのではないかなと。うん、もう燃え始めてんね今。ちょっと角に足指毛だけ触れてます今。足指毛だけ触れてて、でちょっと足指毛だけ燃えてて今で、もうちょっとで燃えますね。あとちょっとで崩壊、はい、燃え尽きる、花火となり散るもうすぐ散ります。僕はもうすぐ散ります。このままだと早くしないと本当にやばい。性格が終わってきたって話でした。歌います。ストレス発散、何がいいかな。プリテンダーで3オクターブ下げバージョン。ドゥルルルーンドゥルーンドゥルルルーンドゥルーンルル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 一人芝居だ、ずっとそばにいたってちょっともう一個あげよう君とのラブス、君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ、ずっとそばにいたって結局ただの観客だ、感情の悩みそうに、それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知ったもっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線で会えたらよかった、もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えられたらいいな、そう願っても無駄だから、グッバイ君の運命の人は僕じゃない辛いけど否めない、でも離れがたいのさ、その髪に触れただけで痛い、やいやでも甘いな、やいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ、たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。やば、なんかアイドルになった気分、アイドルになった気分だ。ちょっとやっぱ歌うと気分上がりますね。はい、ありがとうございました。